どうもです。つくもよ。7月7日。今日はシュシュね。暑さが増してくるいう時期や。夏バテ対策しっかりしてな。あと七夕やね。五色の短冊言うてお歌にあるけんども、あれはな、陰陽五行の色。この5つの要素を表しとるんよ。洛陽は全部。何事も控えめに。午前は今日で、午後は吉。時間は可能と。宝石なんかを示す影の金、種ができた状態を示してる。十二支はイノシシやね。影の水、木は枝だけとなり草は枯れる状態を示してる。ほんでこの十巻と十二支からお湯ごりを読むと、岩礁水、金属の表面に水は生まれるということで、創生、物事が順調に進むゆけや。全部やけど創生ってどやろかな。まあこれらを踏まえてどうするかはあんたさん次第や。ゆるゆるとええ日になるとええね。織姫彦星会えるといいね。ほな、またねー。